通知飛ばしますよ。ありがとうございます。えい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 よっ、よいしょ。はい、では開始していきます。はい、よろしくお願いします。あ、ごめん、リップあのキャス出しといてサッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャント、ランナのサッチーのランナーのリクカイプーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、振ろうかなと思ったんだけど振るのかなと今日は振らんでおこうかなと思ったんだこの番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、年内最後の放送となりましたよ、ね、頑張りましたね頑張りましたねって、いやでも1年ってあっという間だよね。あっという間でしたね、マジで。なんか怒涛の1年だった気がするね、あんなことこんなことね、 あんなことこんなこと、どんなことあったよ。まああと、あとで言って、あとで、あとで番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、年内最後の一曲に行きたいと思います。お願いします。お願いします。これはリクカイクーさんのセレクトでいいですか。はい、はい、で、オフコース、眠れぬ夜です。どうぞ。これ2つ今、うん、ドッタードッタードッタードッタそうなんですよ。そう、右にいるのはもしやそう、陸海空さんですなんでよってニコニコ。いや、寒いね。早く大晦日にならないかな。え？え？自分も大晦日まで生きていけるかな。なんでよここ来るときめっちゃ寒いのに車の音全開なんですよこれこいつだってタバコ吸うんだもん。そういうことしてる。タバコ吸うんだもん。ああ、お酒がいっぱい飲める。ああ。大晦日に早くならないかな。お酒ね。で、結局私は3日から仕事になるんだろうかなんだろうかがよく分かってないという。結構フリーだからね、2023の振り返りだからね、うん、うん、あんなことやこんなことやって言ってよ、うん、なかったか、うん、なんかあったか、あったさ、2、3日前に2、3日前にあったじゃないか。
2、3日前にあったじゃないか。2、3日前。うん。覚えてないな。覚えてないの？ガチ？うん。覚えてない。覚えてない。うん。あやあや。マジかよ。昨日晩ご飯何だった？昨日の晩ご飯な。なんで昨日の晩ご飯の話になるわ。覚えてるかなと思ってさ。覚えてるよ。うん。覚えてるよ。思い出せんな。まもなくかな。そうですね、あと10秒ぐらい、15秒ぐらいです、はい、じゃあマイクかけます、はい。お聞きいただいたのはオフコースで眠れぬ夜でした。はい、はい、では、早速 年末今年最後のテーマに行きましょうかね。お願いします。はい、年末最後のテーマはフリー2023の振り返りです。まあ、大晦日なのでね、オンエア上では大晦日なので、うん、今回ちょっとフリーで2023年を振り返ってもらいましょうということで、このテーマにいたしました。はい。りくさん、2023振り返って何かありましたかね？まあ、仕事は順調。うん。で、やっとこのまま年越せるなと思ったら11月に倒れる。うん。で、今日も病院で脳波を調べてくる。うん。で、髪の毛、ドロドロと。ドロドロなの今。うん。ほら、ワックスみたいなのがついてる。あ、マジで？うん。気づかんかったけど。まあ、まあ、自分としては元気なんですけど。うんうん。うん、そんな感じ？そんな感じ。でも、あれだよね。12月23日のこと覚えてますかね？覚えてないですね。覚えてないんかい？イブイブは覚えてる。だからイブイブのことだよ。23日ってイブイブじゃん。うん。何した？何した？財布なくしたでしょ、一瞬。一瞬財布なくして私が激怒したでしょ。あ、そうなんだ。でもあの後結局、翌日に、車の中で財布が見つかりまして。ああ、よかったですね。もうびっくりだよね。ね。収録の日にもうバタバタするとこだったよね。来たね。危ない危ない。キャスの方が来てますので、紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。あ、右にいる方は、もしや、もしやー。はい。旦那です。実家行くです。ナルトラさんも来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。夫婦で年またぎ、わら、と来てますよ。そう、今回はちょっと、ね、リークさんにね、うんうん、年またぐから出よっかって言ってね。そう。言って、ちょっと出てもらうことにしました。うん、首輪つけられて。なんでよ、なんでよや。首輪ってないし。ないか。ないよ。ちなみにキャンさんは、2023年振り返ってどうでしたか？はい、2023年僕はですね、個人的にすごい力入れた年で、はい、去年発売された DJ コントローラーが欲しくなりまして、ほう、お金を貯めて、ほう、それを一個一個集めたんだ。で揃ったという年ですね。おで、まあ、プラスでちょっとスピーカーまで揃ったので、一人でイベントできるなっていうところで。すげえ。まあ、目標としたことが全部実現できた年だったので、非常に充実してました。おすごいすごい。すごいすごい。ただ、すっごいお金使っちゃったんで、あ、来年以降はちゃんと貯金しなきゃなっていうところでもございますね。なるほど。はい、私は最後に言おうかな、番組最後らへんに。メールも来てるので、うん、メールから先に紹介したいと思います。お願いします。
ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。フリー、先日のクリスマスフェスでは三線演奏に入っていただきありがとうございました。そうなんですよ、私エコさんにこの2日前ぐらいに三線私入りましょうかって言って急遽入ることになって演奏したんですよお疲れ様でした。でもそれ裏話も後で話そうかなオンエアではどこまで流れているかは分かりませんが笑、本当に盛り上がってよかったです。終わりよければ全てよしということで来年もよろしくお願いします。またフリムーンラジオにも、ゲスト出演お待ちしてますと来ております。そうなんですよ、裏話を言うとすればこのクリスマスフェスの実は13年ぶりに三線を触りまして、しかもフェスの当日、うん、で練習したのが1時間弱1時間弱で何を弾くかもわからんまま適当に弾いててやってたらもういつの間にか時間になってて、でリークーさんを迎えて行くつもりがリークーさんが財布をなくすというアクシデントに遭うっていうね、はい、っていうかエコさん無茶ぶりすぎでもあれ一応予定では、はい、5曲ほど披露する予定だったんですよ。喋、はい、りすぎなんですよ単純にナルトラさんもエコさんも喋りすぎなんですよあれ絶対収まるはずの時間配分なのに。そうそうそ う、エコさんも言ってましたね、はい、お酒入ってるせいかダラ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 ずっと喋ってるじゃないですかあの二人あー確かに半分ぐらい喋りで時間使ってますからねそうなの、まあ、そこが面白いから、まあ、副音声が皆さん結構需要あるのかもしれないですけどね。ああ、なるほど。私結局三線に夢中になりすぎて副音声でどう盛り上がってるのか見れなかったっていう。そうですよねあれ聞きながらやりたかったな、ね、私もそうだったな。聞きながらやってたら でも集中逆にできないできないか無理だったかも。そうですよ、僕もミキシングだから全然ツイキャス聞けなくて、うーん、イヤホンしてイヤホンの上からヘッドホンかぶればよかったですね。あー器用だなリクさんは見てましたかね、寝てた。うーん、もうショックで寝てましたね。あ、ショックで寝てたんかい。あ、だから返事返ってこなかったんだ、うん、LINE の、うん、あ、なるほど。もうどうしようかな財布がない、どうしようってでしょ、うん、うん、で、お金もどっかに行方不明になったってよね。あったやん、あれ。ないでしょ。もうない。ないでしょ。諦めましょう。次のメールに行きたいと思います。お願いします。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、陸海空さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、あれ、年越しを食べたいのに麺がないと思ったら麺を買いに行くの忘れて急いで買いに行った話ではなく、フリー、今年もありがとうございました。あ、間違えた、ありがとうございました今年は2023年に突入して早々コロナにかかっては2ヶ月後には、腰痛にやられ、収入不安定、携帯が止められたりとか、上半期はボロボロな沖縄大好き、それが落ち着いてからは FM 宜野湾の各番組にゲスト出演で呼ばれる機会が増えました。住所不定無職さんの変人さん、メンソーレ、壊れかけのラジオ、まゆゆさんの全身ラジオ、フリムーンラジオ、サッチーの気まぐれラジオ、プリティ、宮城チェさんの番組、美女の、これは何起きてですね。起きて、はい、K&K のミュージックキャノンなどたくさん出させていただきました。また特番でリスナーナイトということで、僕とナルトラさん、ヒーフーミーさん、ヨークン、あ、ちょっくん、アッキーラさんと喋りました。
さらにクリスマスフェスではまさかのまゆゆさんとダンスヒーロー、ダンスステージ、久しぶりに人前に立ってパフォーマンスしましたが楽しかったです。めちゃめちゃ楽しかったです。2023年は FM ギノワンとたくさん関わらせていただきました。その他にもたくさん、会いたかった人たちにも再会できたこと、今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。では良いお年をと来ております。すごいね、沖縄大好きさん結構ゲスト出演してましたからね、うん、上半期は怒涛だったんじゃないかな多分。まあでも下半期も結構多かったですよ。ああです、はい。私がね結構キャス見れたり見れなかったりしたもんだからそう、リコさんちょっとスマホ借りますよ、はい。ナルトラさんが、来年も出番があればお酒控えめにしないと、自分もサッチーさんのツイートで知りましたって、大鳥のやつですね。ナルトラさん、多分無理なんで、無理なこと言わない方がいいと思います。フリームンのメンバーはお酒控えるなんて器用なこと絶対できないと僕は思ってますけどね、はい、その辺信用してないんでね。あれそうなの冗談ですよ。武蔵さん来ております。サッチーさん、ゲストの陸海空さん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょい。こんばんは、しょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。んっていきなりなんか喋るのかと思ったよ私びっくりした、何かなと思った。で、私のちなみに2023年の振り返りといえば、やっぱり最後の最後にリークーさんがぶっ倒れたのにはびっくりしたけどね。ああすいませんでした私ちょうど仕事中で仕事終わる何分か前、5分かそのぐらい前に急に電話が来て、倒れたけどどうしますみたいなことを言われて、はぁみたいなはぁみたいな、私仕事中ですけどみたいな感じだった、あの時は。あの時はね、うん、でも2回目だったから、今年入って倒れたのが、うん、またなって思ったけどもう一応ふーに乗る前にもう意識復活したからね。あ、1回目、うん、救急車に乗る前にどこ連れて行くって言ってたからねどこ連れて行くそこかい結局点滴1本で終わりさ。はい、点滴1本じゃない、あれ2本だよ。日本か、うん、知らんもう日本だよ、日本、うん、日本って、うん、日本やってたよ。日本やった、うん、あれで私はもう、最初の時はちょうど仕事に行く前だったから、うん、急遽管理者に電話して旦那が倒れたんで今から病院に向かいますって言って休みもらったのよ最初の時は、うん、で2回目は仕事中だったから管理者にまた電話して、あ、電話じゃないな、あの時は LINE だったかな、 LINE して、また倒れたんでーっつって、ちょうど次ののがキャンセルかなんかだったと思うんだ、うん、だったから行けたのよたまたま、うん、そうそう。で確か24日の放送のテーマがやり残したこと今年、うんだったんだけど、リックさんなんかやり残したことありますかね？なんかな？ない？ない。ない？ないの？ない。私オンエアで言ったんですけど、ダイエットするっていう、じゃ無理言うな。無理言うな。で、ダイエットをする予定で5キロ減になる予定だったっていうのを、だったっていうのをオンエアで話したんだけど、最近病院に行った時に体重測ったら5キロ減達成してましたなんでか知らんけど、髪切ったから、ね、待て待て、髪こんなに重くない、
多分あれはず、あの異常とかの解除、うんうん、であの腕とか足とか、うん、できるだけ使うようにしてるか、腰痛めないようにしてるから、うんうん、筋にくっついたんだはず、うんうん、そう、逆にそれで代謝が良くなったんじゃないかと。どうかな、これで1日2万歩歩いてる。無理2万歩無理。だって私平均しても、まあ、パッて見たら多くて5000歩だもん。はあ、5000歩。何してる？寝てるのか？寝てない。だって車の移動が多いんだもん。うん、意味わかる？わかるよ。うん。訪問介護ってさ、車の移動が多いから、うん、そこまで歩かんのよ。うん、施設内介助とは違ってさ。悪か。悪くはないよ。1階から3階まで階段ダッシュだよ。無理無理無理。多分私あの途中で転ぶはず。途中で転んでアガガガガしながら仕事してるはず。今のデイ勤務とかだったら。うん、アガガガして、つってる足つってる。うん、足確実つったって言うと思うな。うん、まだ時間がありそうですね。そうです。あと5分あります。アンナール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 。今日珍しいね。なんかいっぱい来てるかなと思ったらそうでもなくて、今日珍しくみんな忙しいんでしょうね。うん。師走ですからね。師走ですから。しかも今日は収録日はクリスマスですからね。そう、クリスマス。あ、ね、昨日のイブ、収録が25日に行っているので、収録前日の24日の日に、ROK さんのイベントでダンサーズさんとミソニコミスキーさん会いましたよ。ね、会いましたね。しかもなんか行数のところでパー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 うるさかったしね。うん、あの防犯のあれじゃないですか、車の。はい。あれでなんか鍵の閉め忘れか何かは分かんないんですけど、もうあれでしたね。もう来た瞬間にね、うん、パー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 って帰れって言ってんの帰れって言ってんのかと思って。びっくりした。でも自分たちの車じゃなくて他の車だったからね、まだ良かったけど、キャスの方で沖縄大好きさんが、前半、激沈、後半落ち着いてきた自分と来てますね。うん、私も前半の時にあれだったかな、就職っていうかあの今の職場に入ったからね。うん、あ、怒涛、前半が怒涛だったって。まあ、介護職やってると怒涛の嵐ですよ、毎日が。毎日がね。ね、本当だよ。そろそろ、年始一発目のテーマに行きたいと思います。お願いします。年始一発目のテーマが、今年の抱負。まあ、あの年始めなので皆さんに、今年の抱負を聞こうかと。どんなことやりたいよとか、2023年こんなことできなかったか、こんなことしたいよとか、うん、うん、っていうのを送っていただければと思います。はい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 。今年の豆腐じゃない。沖縄大好きさん、豆腐じゃない。僕は島豆腐が好きかな。いや、じゃあちゃう。ちゃう。僕はやっこが好きですね。豆腐の話に乗ってった。あの、生姜だけ乗せて食べるやっこが好きですね。ああ。俺は油脂豆腐にスンドゥブの素入れるのが好きだね。あ、リクスンドゥブ好きだからね。うん、去年。だっけ2022の時だっけ、うん、結構スンドゥブ食べたもんね。うん、食べてたね。私は麻婆豆腐。
なんで豆腐の話してるか。豆腐って言ってのに。豆腐。豆腐。豆腐は豆腐にある方がいいですね。ですね。ね沖縄大好きさんが、僕は油脂豆腐も好きって。豆腐のことになっておる。ごめんなさい、乗っかっといて、2023年の締めくくりがこれでよろしいのでしょうか。いいと思います。いいと思います。残りあと1分です。いいんじゃない、楽しければ終わりよければ全てよし。よし。ちゃんと挨拶もしないと。するよ、失礼しましたって。では、2023年もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そろそろ締めた方がいいかな、はい、うん、ね、はい、では皆さん良いお年をお迎えください。はい、皆さん良いお年を。良いお年を。量が足りないな。量が足りないな。量がっていうか、うん、また来週っていうつもりだったのに、うん、良いお年をって先に出ちゃった。先に出ちゃった。抱負考えてなかったな。一度ツイキャス切りますね。はい、また後ほど。